チンです。今回ですね、スパリゾートハワイアンズさんに来ています。いろいろね、動画を撮っていきたいと思います。イコイコハワイアンズ、ユノクニユノクニユノクニって歌あってるね。レッツゴー。室内プールに来たんですけれども、すごいですね、もうあったかい。結構ね、外は雨模様なんですけれども、かなりあったかいです。プールとか何年ぶりやろ。そしてさ、レンズが曇る。結構ね、カメラが冷たいからね。日本最大級のね、ウォータースライダーがあるということで、そちらもね、やっていきたいんですよ。まずはね、いろいろね、室内を紹介です。で、見てあっち、え、やってるのかな、ゲームセンターとか。ちょっと見ていこう。リゾートに来たらゲームセンター、ゲームセンターがアミューズメントパークがあるということで、遊んでいきたいと思います。ピエロかな。アミューズメントパークでちょっと遊んでみたっていう動画でした。ということで、憩いの場に来ました。こちら室内だけど、これ温泉みたいだね。外行ってみよう。はい、ということで外に来ました。めちゃめちゃすがすがしいです。で、見て、あっち、さっき乗ってきてたやつ、めっちゃ高いね。あれに乗ったんだ。山、サウンドバス、暑いのか冷たいのか、イン、あったかい、あったかい、あー効く、こりゃうまい。何年ぶりだろうっていうぐらい。
もう何日も何日もこもってたからさ、なんか感動するね。なんかまだまだあるんで、ちょっと一つ一つ入っていきましょう。バブルバス1、サウンドバス、サウンドということで音楽を楽しむのかな。まずバブ、こっちぬるいわ。おお、いつぶりの温泉だろう。贅沢です、贅沢。良きかな、良きかな。誰もいないところで贅沢なバスタイム。プールというよりかはバスか。ケーブバス、あ、これも一応お風呂なんだね。コールドバスとホットバスがあるんですよ。ちょっとホットバスから行ってみる。こっち家のね、お風呂までも行かないから、キンキン冷えてあげる。以上、スパガーデンでした。着きました。オープン。おー、はい、ということで到着しました。まあもう荷物置いてるんですけどね。絶景です、すごい絶景でございます。やったね。それではこの後はお風呂動画も撮るのでお楽しみに。お風呂はお風呂で一本にします。プールで疲れたのでちょっと仮眠します。アロハ、ディナーになりました。食べていきたいと思います。温泉貸し切ってみた。やばい企画ですよ。すごくないですか、これを貸し切っちゃうパターン。はい、というわけでいかがだったでしょうか。楽しい時間をね、みんなに見せたいと思います。他にもいくつか撮っていきたいと思います。それではこの動画を楽しんでくれた方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次のハワイアンズ動画でお会いしましょう。バイバイ。ゆっこ、ゆっこ、ハワイアンズ。